松山市の第13回坊ちゃん文学賞の最終審査会が5日松山市内で行われ、大賞には沖縄の桐りんごさんの作品が選ばれました。審査発表には最終選考に残った8人が参加しました。大賞に選ばれたのは沖縄県宮古島市の主婦桐りんごさんが、田舎の小学校を舞台に女子400メートルリレーで全国大会出場を目指す少女らを描いたキラキラ走るです。キリさんには審査委員長の作家椎名誠さんらから賞金200万円などが贈られました。また佳作には福岡市の大学職員相川英介さんと東京都小平市の大学生中村桃子さんが選ばれました。今回は国内外の13歳から88歳までの作品1060点の応募がありました。大賞を受賞したキリさんの作品は来年1月20日発売の雑誌クーネル3月号に掲載されます。自身がリレーを経験してきて、でその県の予選を勝ち上がって実際全国大会に行きました。でその全国大会を目標に頑張るっていうことが自分で経験したことだったので、描きやすいかなと思ってリレーを選びました。読んだ後に爽快感とか心がじんわり温かくなるような、作品を作ることが目標です。なので今後の創作活動もその目標を曲げることなく、一人でも多くの方にいい作品だなと思ってもらえるような作品を書いていきたいです。